お、着いたっぽい。結構バイク来てんな、これ。すげえバイクの量だ。こっちの方来されたな。マジか。ありがとうございます。続いて、はい、アヤセン WR ちゃん。はい、週末のトライダー、アヤセン WR でーす。サンフラワーひろしです。ようこそ、琵琶湖へ。では、こちらのバイク人チームの皆さん、私からご紹介させていただきましょうかね。まずは、田崎慎也さん、よろしくお願いします。はい、はじめまして。ギタリスト、そして YouTuber の田崎慎也と申します。よろしくお願いします。なんですけど、はい、だって私の彼氏にしたいんですけど、なかなかなってもらえないね。ずっと片思いなんです思うんですけど、元ってバイクの元で、ジェニックはフォトジェニックね。で、聞いてる？もう何もかも信じられない。
教えるだけでいいですか。はい、ちなみに YouTube にアップしてもいいですか。うん、全然いいですよ。田崎さんと同じようにバイクで元ブログやってまして、うん、番組のタイトルは何て言うんですか。A チャンネルっていうチャンネル名でやってまして、 A チャンネルご覧の皆さんこんにちは。すいません、プロが津田博史です。いいですか。今日はライカーウィンのバイク人キャンプということで、やっぱあれやね、名前なんて言うんですか。りょうです。りょうくん、りょうくん、りょうくんはようキャンプすんの。最近始めたばっかりなんです。最近始めたばっかり、はい、ちょっとハマっちゃった。そうですね。で今日もたまたまあの田崎さんのツイート見てて、うん、でライクアウィンドウさんの番組でご覧、うん、あ見たことあるんですけども、はい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 、でホームページ見てちょっと来させてもらったんです。ありがとうございます。なんかさ、このキャンプの何やらの夕方ぐらいから早い時間からみんなキャンプお酒飲んでご飯ゆっくり食べて、はい、でまた朝は朝で意外に早く起きれんねんな。そうですね。でこの朝をこうゆっくり過ごせるってないやみんな。そうですね。しかもなんか自分のペースで時間を楽しめるってすごくいいですよね。そうそうそう。なんかいろんな方がこうそれぞれやってて、例えばギター弾いてる方もいれば、うん、いきなりご飯作ってる人もいれば、そうそうそう、なんか湖見に行ったりとか、うんうん、めっちゃいいですよね。そう、ほんまにね、今のこの時間も俺大好きだし、いいよねキャンプって。そうですね。なんか思ったりしてますけど、もしまたお会いできたらその時一緒に遊びましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。矢崎真也さんでした。続いて駆けつけてくれましたバイク人中村編集長、おはようございます。はい、おはようございます。この度いろいろとありがとうございました。すごく楽しい、2日間、おかげさまで過ごせました。帰りもね気をつけて、でまたね何か一緒に、ライクさんとできたらいいなと思ってます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。バイク人野村プロデューサー、はい、ここにいる皆さんもうねキャンプツーリングの楽しさとか、たくさん知ってらっしゃる方だと思うんで、次はですねぜひ知ってない人、まだキャンプツーリングの楽しさを味わってない方を連れて、キャンプに行ってください。そうするとどん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 そういう楽しみ方が、する人が広がっていくと思います。ライクアウィンドから出演者佐々木博士、いやようこそ本当に皆さん、僕のふるさと滋賀県によう来てもらいました。ありがとうございます。やっとエンジンかかったけど滑ってあるの口がもつっと、まあ、朝の低いテンションも、もう徐々に加わっておいて本当にですね楽しい時間を過ごさせていただきました。また皆さんとですねこうして一緒に楽しめる時を楽しみにしております。ありがとうございました。平地さんでした。続いて福山莉子さん、皆さんありがとうございました。改めてね私もバイク大好きなんですけど、やっぱバイクって最高ですよね。もう最高に気持ちいいし、こんなね素敵な皆さんと会えるし本当に楽しかです。ありがとうございました。また来年お会いしましょう。最高のロケーションを皆さんと一緒に共有できたことがすごく嬉しかったです。ありがとうございました。綾瀬ダブル R でした。続いてスーパー MC 玉尾めぐみ、ありがとうございます。いやもう本当にもうお天気もね良くなりましたし、まあ、それで駆けつけて新たにね駆けつけてくださった方たちも、なキャンプ楽しそうやなってずっとねこう様子を伺ってくださってたという方たちも多かったと思うんです。出演しているライカウィのバイク人ともどもみんなバイクを安全に楽しんでください。今日はありがとうございました。山本めぐみさんでした。ツイン MC ピカルンバお疲れ様。ありがとうございました。ピカルンバでした。出展者の皆さんありがとうございました。そしてお集まりいただいたお客様本当にありがとうございました。またお会いしましょう。お気をつけて、またね、ありがとうございました。でも意外と全然ポジションが辛くない。本当ですか。あでも普段あれですよ、センダボっすもんね。センダボなんで全然もっともっと前こんなんです。そうっすよね。そう、めっちゃなんかネイキッドみたい。あれだよ、そういう。そうっすね、本当に楽さを追求してるんだ。めっちゃ楽。いいですね。すみません、ちょっとワンショットだけ。すみません、忙しいです。ありがとうございます。すみません。すみません、ありがとうございます、この度は。お久しぶりですね。本当そうですね。ますますの活躍、なんか日々日々に活躍をされてるので、ちょっと
遠くから嬉しく思っております。いやいや、なことないですよ。もう自分なりになんか楽しくやってるだけなんで、はい、次は大きなイベントとしてはこの、3日後、はい、北海道に向けて出発します。あ、なかなかハードなスケジュールを。そうですね、まあ、ちょっと忙しい夏ということで、まあ、もう今日も参加させてもらってめちゃめちゃ盛り上がってたし、みんなが楽しそうで、なんていうんですか、あっという間に過ぎ去った感じだったので、はい、まあ、ほんね、みんなが楽しんでキャンプやってもう事故なく帰ってくれればそれでいいっすわ。引き続き、バイク人並びに、メディア活動を楽しみにしておりますので、あ、はい、頑張ります。まだ機会があったらぜひツーリングなりなりよろしくお願いいたします。そうですね、お願いします。すいません、ありがとうございます。はい、別に特に何もないですけど、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、すいません、ありがとうございます。帰りますか。よし、よし。はい、ということで今回はライクアウィンドウさんとバイク人さんのコラボミーティング、琵琶湖でキャンプでした。お疲れ様でした。田崎さん筆頭にですね、いろんなタレントさんと近い距離で、イベントを過ごせて非常に楽しかったというのと、で何より琵琶湖の印象がすごい変わりまして、夜は夜で結構お酒飲んで騒ぐ方もいらっしゃるんですけど、波打ち際のねいい感じの音がかき消してくれて、夜はひんやり風もあって、で何よりベタつきのない、湿気も少ないですね、逆に過ごしやすいキャンプ場なんだっていうのを気づかされましたね。本当気持ちよく過ごせました。バイク人さんもライクアウィンドウさんもイベントされているそうなので、よかったら皆さん、ツイッターとかホームページから見て、イベントに参加してみてください。はい、では今日はこの辺で終わります。じゃあお疲れ様でした。バイバイ。